なたはどっち派？ガンブラムネ、ガンブラムネです。お願いします。まあ、犬と猫、それぞれ好きな人いると思うんやけど、お前はどっち派？お前は猫派やな。思うんやけど、もう猫出ちゃってるから。お前どっち派よ？まあ、俺は犬派かな。まあ、実際飼ってるしね。お犬のどういうとこが好きなの？好きなとこね。家帰ってくるやん。帰ってきたの分かって、吠えるの。待ってたよって。あ、お前が待ってたよって。あ、違う違う違う。なんで俺が留守番側やん。犬が出かけんやろ。あ、帰ってきたら吠える。あ、吠える吠える、犬やからね、うん、犬が待ってたよって。いや、違う違う違う、待ってたよって言わんばかりにワンワン吠えるってこと。いや、わかるやろ、そのくらい。わからんにゃ。やめろそれ、にゃってやつで。その後、足に飛びついてくるのがね、また可愛いのよ。あ、お母さんは、心配心配よ、お母さんがそんなことしてきたら。犬が飛びついてくるのよ。でも可愛いね。あ、可愛いやろ、うん、どんなとこが可愛いと思った？犬について一生懸命話してる姿、うん、だ、俺？うん、俺？いや、犬の可愛いとこ言えよ。まあ、ちなみに俺は猫ひろし派なんやけど。はい、うん、何の話？で、猫ひろし派か、犬ひろし派かやろ。はい、どっちでもいいわ。犬派か猫派かの話やから。あ、俺猫飼ってるからね。あ、じゃあ猫派なんや。あ、じゃあ逆に猫のどんなとこが好きなん？走り回るとことかいいね。いや、お前の猫走り回るんやね。うん、カンボジアで。猫ひろし。猫ひろしさんはいいのよ。まあ、本当の猫やったら手で顔を撫でるとこかな。あ、招き猫みたいなね。そう、こんな感じでね。不愉快よ、不愉快よの。餌食べるときはこう。マイナスプロモーション。おい、猫はもっと可愛いぞ。お前、もう前みたいなもんやないやから。でも犬は散歩が大変やろ。あ、散歩ね。うん、犬種によっては毎日行かんといけんからね。夜とか危ないしな。あ、そうそうそう、ライトつけんとね、足元危ないから。そうよな、可愛すぎるからお前が誘拐されんかな。うん、いや、俺の心配？いや、犬の心配してよ。まあまあ、心配されて嬉しいのは分かったから、立ち上すんなよ。いや、嬉しくて出るのは嬉しょんやん。勝手におっさん化すんなよ。でも2匹とも鳴き声かわいいね。あ、鳴き声ね。うん、まず犬ね、うん、犬はね、ワオンワオン。ポイントカード、ワオンの犬やんけ、それ。他の鳴き声はね、ピピ、決済方法、ピピ。おい、何の関係もないやんけ。もうポイント貯まったようじゃないのよ。まあ、猫で言ったらね、うん、にゃーぐにゃぐにゃぐにゃーぐにゃぐ。ドラえもん。おい、誰がドラえもんが猫と話す時の鳴き声わかるんや。もうそんなんいいから。まあ、犬派の意見も聞いたけど、うん、猫は世話が楽やし、うん、ツンツンしてるかと思いきやたまに甘えてくるツンデレなとこが可愛いね。あ、じゃあ猫派ってことね。うん、猫ひろしがしっくりくる。もうよかばい。どうもありがとうございました。はい、ということで、はいはい、ラジオワンナイト、はい、毎週水曜日夜9時15分から放送ですね。はい、はい、インスタグラムも開設しておりますので、ね、みんなね、広めて紹介して。そうですね、どんどんあのフォローしてほしいなと思います。うん、はい、お願いします。それでは何か一言、ワンワン。